ボスフォート1号と2号ボスフォート計画は、ソビエト連邦の有人宇宙飛行計画である。ロシア語で、夜明けという意味がある。ボストーク計画の後継で、ボストーク計画が6号までで中止された後に、残された機器を再利用して行われた。ボスフォート宇宙船とボスフォートロケットを用いて2回の打ち上げが行われた。ボストーク、ボスフォート1号、 2号の乗組員の座席の配置現在では、ボス砲との打ち上げは、単にソビエト連邦が世界で最初に宇宙探査を行ったという事実を作ることだけを目的として行われたことが明らかになっている。この目標は、ソビエトの宇宙開発に対する政治局の影響力を表す例の一つとなっており、安全性や信頼性はほとんど考慮に入れられずに行われた。 ボス砲と宇宙船は、基本的に、ボストーク宇宙船を基礎にしており、高架モジュールの上部に、固体燃料を備えた逆推進ロケットである。R-7 に由来するブースターの改良によって、より大きな質量を運ぶことが可能となった。脱出シートは取り外され、二人か三人の利用の、座席が、ボストークの時と90度回転した位置に設置された。しかし、 飛行中の操作盤の位置は変わらず、乗組員は機器を見るために頭を直角に回転させていなければならなかった。ボスホート2号では、高下モジュールの侵入ハッチの裏側に空気注入式の外部エアロックが加えられた。エアロックは、使用後は船外に投棄された。宇宙船の光学機器は、空冷式で、軌道上での減圧が熱を発生するため、エアロックが必要であった。 打ち上げや着陸の際に事故が起きた時に乗組員が脱出する手段はなかった。また、難着陸のためのパラシュートが取り付けられた。これはボストークとは異なり、ボスホートの降下モジュールは乗組員の内部に残したまま着陸するために必要とされた。第一世代の宇宙船であるボストークとマーキュリーによって、 有人宇宙飛行の技術的な実現可能性が実証されると、アメリカ航空宇宙局は、底部の円錐形の熱シールド等、マーキュリーで成功した部分は残したまま、軌道を変えうる十分な水力を持つエンジンやドッキング、ランデブー、宇宙遊泳のための装置等、新たな機能を付け加えて、全く新しい設計の第二世代の宇宙船ジェミニーの製造を開始した。 新しい機能はすべてアポロ計画のために必要な設備であった。これと比べ、ボスフォートは単にボストークを改造しただけで、ボストークの制限はほとんどが残ったままだった。そのため、ボスフォート計画はすぐに行き詰まって、わずか2度飛行しただけで廃止され、ソユーズ計画に引き継がれた。ボストーク計画は宇宙飛行や無重力状態が、 人体に与える影響を調査することが目的だったのに対し、ボス法と計画は、市場所の達成に主眼が置かれた。史上初の宇宙遊泳は、この計画の主要な成功の一つとなったが、ジェミニ計画の先を越して、複数人での宇宙飛行を実現することが、この計画の当初の動機であった。 二つの目標が実現されると、ソビエト連邦の指導者が変わったこともあって、計画は廃止され、ソユーズ計画に集中することになった。ありがとうございます。